それでは、チアーズスタイル TV ビッグリングチャンネルをお届けしたいと思いますが、いつもですねのいろんな病気のご経験のある方をお迎えしてその体験談をお話伺っていっております。今回は、永山さんにご協力いただきまして、今日お時間いただいているんですけども、早速、永山さんとですねお話ししていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お忙しいところすいません。とんでもないです。まずですね、はい、永山さんが、まあ、ご経験された病気は、おいくつの時にどんな病気になられたのか教えてください。はい、今54歳なんですけれども、45歳の時に乳がんですね。はい、乳がん羅漢しました。それは、はい、まあ、乳がんになられたっていうことなんですが、はい、どういうきっかけでこう分かったんですか？そうですね、やはり乳がん検診を、まあ、比較的まめにはしてたんですけど、ちょっと2、3年空いちゃったんですが、まあ、しとかなきゃということでした際に、その時はエコーだったんです。でその時にちっちゃいですけど、ちょっとしこりがあるわね。まあ、8ミリぐらいだったんですよね。で、あるわね。でも、なんか見た感じ、良性っぽいので、大丈夫と思うけど、一応、大きい病院で見てもらっておきましょうということで、大きな病院紹介してもらって、で、一応、細胞診っていうですね、細胞を取って検査するのをしてもらったんですけど、その時も出なくって、まあ、良性と、いうことで終わってたんです。まあ、一応でも経過を見ましょうということで、3ヶ月に1回、1年通して、検査に行ってたんですけど、まあ、最終的にその1年後ですね、最初に大きな病院にかかって1年後に、もうこれ、多分良性だから、取るなら取ってもいいけれども、まあ、そのまま様子見てもいいよと言われたんですね。であ、そんな軽いもんなんだと思って、もう私も頭の中も良性良性になってて、まあ、取るならいつか取ろうかな、早めにとは思ってたんですけど、で、まあ、もういいよって言うけれども、一応最後に組織診しとこうってなったんですよ。念のために。そしたらそれで、まあ、悪性っていうのが出てきまして、そっからもうバタバタ、やれ、手術しようということになったんです。はい、まあ、こういう経緯で、まあ、悪性のがんということで、はい、判断がありました。はい、まあ、私たちのですね、乳がん検診っていうのが、はい、とか、まあ、CT とか促進とか、まあ、いろいろありますけど、はい、まあ、そこでちょっとその疑いがあるってことであれあって、その細胞診っていうのをまずされたってことなんですか？はい、そうです、そう、細胞診したんです。2回ぐらいしましたね、結局1年のうちに。痛いんですよね。細胞診どうだったかな、なんかちょっとチカッとしますね。でも麻酔とか打たなくてもいい程度です。で、その後のその組織診っていうのを最終的にされたってことですね。そうですね。それはちょっと麻酔、部分麻酔して、ちょっと細胞を多めに取るという、うん、方法だったと思います。なるほどですね。で、まあ、実際でも、まあ、検診に行っていたからそういう変化に気づいたっていうことなんですね。そうですね。まあ置いてたらどんどん多分大きくなってもっと広がってたんじゃないかなと思います。発見された時はどのくらいの大きさだったんですか？一番最初のエコーに映ってたのがもう8ミリぐらいで、その後もそんな大きくもならず、はい、あ。まあ、がんの世界でいう顔つきがいいという、しこりだったですね。はい、あ。なるほどですね。はい、まあ。とはいえ、ずっと良性だっていうふうに、あ、ですです。思っていたのが、はい、まあ。その検査を進めていくときに、分かったら、はい。相当ショックもあったと思うんですが、はい。その時の気持ちってどうだったんですか？そうですね。まあ、しこりちっちゃかったですし、まあ、ある程度ずっと良性って思ってて、まあ、悪性って言われたんですけど、まあ、人間だから、がんもあるよねって、その時は思ってたんです。まあ、治療して、まあ、取れば終わっちゃうかなって、はい。その時は単純に思ったので、まあ、普通に治療しようということで、そんなに、ショックとか落ち込みはなかったんです。
ただですね、やっぱその後の手術するということになりまして、その手術前に説明がいろいろ主治医からあるんです。でその時に、まあ、一応あの部分切除で考えているけれども、もし開けて広がってたりしたらもう全摘するけどどうでしょうって言われて、あ、もう私も未練なかったので、あ、いいです、その時はもう取ってくださいってお話をして、まあ、手術に臨みました。結果的にはですね、まあ、手術で開けた時に、まあ、意外と広がってて、ちっちゃいしこりの割には、で、あの、まあ、リンパにも行ってたと。で、はいはい、リンパにも転移して、そこはまあ、きれいに取りましたので、そこは安心してくださいって言われたんですよね。ただ、まあ、手術後、その治療の説明になった時に、やはりリンパまで行ってたので、抗がん剤をした方がいいって。はい、その時初めて、まあ、抗がん剤という治療の話が出たんです。でそれからあの、まあ、リンパに転移するってどういうことだろうって、そこで初めて思いまして、でまあ、自分なりにこう、ね、インターネットとか本で調べた結果は、これ再発の確率めちゃめちゃ高いやんって思ったんですよ。でそこでもうやっぱ一気に落ち込んでしまって、もう自分ではどうすることもできない、もう体内の出来事なので、まあ、いくら治療頑張りたいとか思っても、まあ、細胞が巡ってるのはもう仕方がないことで、で、まあ、どうしようもないっていう自分に気づいて、すっごいやっぱ落ち込みましたね、そこで。で、あの自分が先生の主治医の話を鵜呑みにして、1年間放置したことに対して、また乳がん検診を2年3年ちょっと開けちゃったことに対してもすっごい後悔しました。はい、もっと早くしとけば、まあ、1年早めに分かってればこんなに広がってなかったやなかろうかと、はい、もう本当後悔しましたね。はい、もうそこからがもう落ち込みでした。うん、なんかこうまあたられなくてですね、そのいいように考えればこの点で気づいただけでもよかったって、うん、あ、そうなんです、そうなんですけども、はい、もうその自分としては、うん、どうして過去の自分を食い入れる、はい、やっぱりね、なんでいかなかったんだろうとか、うん、自分でなんでこんななんかね、うん、あの気づかなかったんだろうとか、自分を責めますよね。責めましたね、やっぱ。あと申し訳ないけど先生責めましたね、なんで発見してくれなかったのか、まあ、良性良性って位置づけて、まあ、悪性の可能性もあるよっていうのも一言もあんまなかったですし、で手術でこう、まあ、すごい広がってたと分かっても、そんな陳謝の言葉ももちろんないですし、あ、広がってたねみたいな感じだったんですよ。まあ、そこでちょっと見つけきらんやったね、ごめんね、まあ、先生の人じゃないかもしれないですけど、そういう言葉があればもうちょっと救われたんですけど、もうなんか、え、普通にまあ、しょうがないねみたいな、あったねみたいな感じだったので、もう主治医にも不信感ですね。はあ、そんな落ち込み方でした。落ち込みますよね。だって頼れるのが、はい、その一般しか私たちはいないわけなんですよね。うん、そうなんですよね。その主治医の先生とのお関係っていうのはどんな感じだったんですか？うん、でも結果が良ければ、まあ、いい先生で終わったんでしょうけど、結果的にもすごい悪性で広がってたんで、まあ、やっぱ半分市場も入り、先生ちょっと不信感もあるし、申し訳ないけどちょっと恨む気持ちも、なんで発見してくれなかったのっていう気持ちもありましたので、まあ、その後の治療もちょっともう抗がん剤まではその病院で受けましたけど、まあ、精神的にもその先生とはもう対応できなくて、思い切って病院変えました。はい、なのでやっぱ一人の先生にだけの言葉を頼らず、自分が不安であったら、まあ、他の先生にもっぺん聞くとか、自分でもちょっと調べて、まあ、賢い患者になっとくべきだなと思いました。はい、まあ、自分が納得いくかどうかだと思うんです。うん、そうですね、おっしゃる通りです。その、うん、先生方がそのどうこうっていうのも相性だったり、うん、その先生の経験値とか、抗原方法とかが、うん、やっぱり拙い部分もこう、まあ、そこのタイミングとかもあるとは思うんですけども、やっぱりその患者っていうのはこう一生に一度のそういう
ね、告知をされて臨むわけですよね。はい、でやっぱり先生方っていうのはたくさんの患者さんの中の一人なので、あ、本当そうです。やっぱりそこにこう差が、ね、温度差がねありますね。ありました。しょうがないんですけどね。しょうがないと思います。ただもうやっぱ患者側がちょっとね賢くなって、もう貪欲にいろいろ情報を得たり、他にもいろいろ意見を求めて自分が納得できるように、まあ、治療していくのがベストかなと思いました。はい、本当それは自分の経験からしか、うん、こうなかなか出てこない、ね、考えかなとは思いますけども、はい、その時はもうそうとはいえこう、ね、やっぱこう危機を感じるような、ね、場面ってあったと思うんです、はいはい、実際にそのまあ抗がん剤治療っていうのを、はいはいということなんですが、この副作用というのはいかがでしたか？あ、やはり、まあ、前もってちょっと情報を得た通りに抗がん剤を打った1週間はやっぱきつくて動けなかったんですね。はい、あとやっぱ何よりね、まあ、脱毛という問題が出てきますので、まあ、生活一変ですね、どこに行くにもウィッグというのが必要になりますし、まあ、体もきついし、ウィッグつけると夏は暑いし、ね、外に出るとずれてないかと気にし、本当にもう疲れる、もう抗がん剤治療の、はい、生活だったです。そうですよね。はい、まあ、今永山さんは私たちのウィッグリングジャパンのお手伝いにさせてもらってしていただいてるんですが、はい、やはりそのご自分の経験っていうので、うん、とても不快な思いとか、あと、まあ、不安な気持ちとかっていうのをですね、はい、こう患者さんとの、はい、するお姿を見てると、はい、とてもこうやっぱ寄り添われてるのを感じるんですね。いえいえ、ありがとうございます。まだまだです。いえいえ、なのでやっぱりその、まあ、自分の経験上で、ね、はい、まあ、困った、本当に自分が本当に実際困ったこととか、不便だったことっていうのが分かるからこそ、ね、まあ、今こうやってまたお話ししていただくことで、その経験をまだ経験したことがない私たちにですね、はい、もう、まあ、その体験談ということで、こう、まあ、想像の中ではあるんですが、まあ、疑似体験をさせていただいたり、はい、その、まあ、本音の部分をですね、聞かせていただけるっていうのはすごくありがたいなというふうに思っています。あ、いや、もうこちらこそもこういう機会をですね、作っていただいて、私もやっぱカツラというかウィッグってだいぶ用意とかするのも苦労したので、まあ、早くこういうウィッグリッグジャパンさんのようなところを知ってれば、もうちょっと気が楽にウィッグも準備できたんじゃないかなっていう思いまして、まあ、何かね、お手伝いできればということで参加させてもらってますけど、まあ、自分の経験しかないので、まあ、もう皆さんそれぞれ思いも考え方も違う中、まあ、ちょっとでもですね、患った方の気持ちにちょっとでも寄り添えればなと思ってお手伝いさせてもらってます。ありがとうございます。